はい、皆さんこんにちは、ワナリゲルフィッシュです。今回は信長の野望創造戦国志伝、鬼畜難易度村上義清をプレイ、滅びてしまった後ですね、どうしようかというところで皆さんにいろいろご意見をお伺いして検討させていただいたんですけども、本編としてはですね、武田の家臣として苦渋の時を耐え、いずれ独立を図るというプレイを、やっていこうかなと思ってます。で、今回はですね、番外編と位置づけとしてですね、小諸城をもし攻めてなかったら、もう少し長生きできたんじゃないの？違った展開あったんじゃないの？っていうところの観点からですね、一旦時間を巻き戻してですね、小諸城を攻める前、川越野戦が起きて、北条が上杉勢を破った、その直後からですね、再度プレイをしていくっていうのを番外編として、2話か3話分ぐらいを予定してですね、プレイの方をやっていこうかなと思ってます。で、滅びた直後から今ちょうど巻き戻しをかけていますので、川越野戦の直後まで巻き戻ったらですね、小諸城を攻めないパターン、城を堅牢にして内政をしっかりして体制を立て直すっていうところからですね、違った観点でプレイの方をやっていければいいかなと思ってますので、ぜひ番外編この後お楽しみいただければ嬉しいなと思っていますので、引き続きよろしくお願いいたします。川越野戦、上杉が衰退した直後に戻ってきました。ですので、画面中央、ここ小諸城に関してもまだ上杉の支配下にあるという状況ですね。ここからですね、小諸城を攻めなかった場合、義清、村上家はどうなっていたかっていうのをですね、ちょっとこの後見ていきたいなと思っています。で、ただ単に巻き戻すだけだと、また同じように追い込まれていくかなと思いましたので、いくつかですね、実はやり直しをしている部分があります。で、そこをご紹介しておくとですね、まず内政面で言うと、領地をですね、少し、見直しをかけました。で、具体的にどういう見直しをかけたかというと、何度かリセットしてですね、資源が鉄と木材がある状態にしてます。で、まずは森ですね。これで木材の確保、安定的な確保ですね。そしてここに鉄、これも安定的に鉄を確保するために入れています。で、あとはですね、武将面で言うと、村上朝と村上家、こちらにいる武将たちですね。で、彼らに関しては、彼女たちって言った方がいいのかな。姫武将という形で生まれてきた段階で、生まれてきた段階じゃないですね。成人した段階で、姫ではなく武将にする形にして、武将の補給を行いました。これが村上朝と村上家です。この2人が新しく加わったという形ですね。あとはですね、前回は引き抜きだったり、付箋だったり、内容だったりっていったところで手こずりましたので、少しそのあたりの対策として、家臣たちの忠誠を上げるために、ちょこちょこ家臣のもとを訪問するようにしてます。このあたりもですね、功を奏していて、今のところ裏切りや内容という形で、裏切り者が出ているっごてことは命令ないくださですい。ね。先月の収支です。ですので、このままじっくり内政をしながら敵の侵略に備えるっていう形を取っていこうかなと思ってます。内政面もね、かなり充実はしてきているので、あとは敵の侵攻に備えるっていうね、ここまで来ると逆に早く敵に侵攻してきてほしいぐらいな感じなんですが。で、ちなみにですね、全国マップを見ていくと、やっぱり北条が川越野戦で上杉を破ったことによってかなり大きくなっていますね。で、あとは武田長尾、この辺りは同じような流れで少しずつ領土を拡大してきている状態です。
前回はというかストーリー上はですね、小諸城を攻めたことによって兵力を失ったところに武田の大表軍、彰を始めましょう。先月の収支です。上杉の大軍、そして北からは長尾の大軍がやってくるっていうね、散々な状態になってしまったんですが、今回はまあそれに比べてまだマシな状態かなというふうには思います。やることがないときは整備をして、少しでも早く人口を増やして進出できるような対策を打っていきましょう。で、どうしても侵攻してくる敵に備えて武家孔町明を多にめ関に、され、先月の収支です。報告いた兵しま力をす。確保するために武家町を多めに取っている関係で、お金とかがね、少し足りない。水田も足りない。そういった関係から進出が少し遅くなってます、今。なので、全体的な内政面で言うと少し遅れをとってはいるものの、相変わらず、表情を始めましょう。先月の収支です。砥石城は堅牢な城で何度か同じように攻められたんですが、ここまで問題なく敵を追い散らかしてる感じですね。政策を執り行います。もうあとは本当にいつ敵が攻めてきても撃退できるんじゃないかっていうね、そんな状態にまでは持ち込んでます。で、あ表情をと始でめすましょう。ね、一先応月の収支です。周辺の大名家に対しては調略で一応密談を送ってます。例えばここだったらこの加藤に密談を送ってますというとこですね。あとはですね、ちょこちょこ見ていってるんですが、上原城の諏訪頼重、諏訪頼重の特性を見て引き抜くかどうか確認していきましょう。先鋒が先導か。できればここ築城系欲しいんですよね。築城系持ってるような都合のいい武将がいればいいんですけどね。そうはいないよね。あとは今川、時の声、時の声鼓舞、ろくな武将がいないなとかって言うと怒られちゃいますけど、離間か。離間は欲しいな。名古屋勝康はちょっと覚えておきましょう。あとは芝、魚でか。魚でとかは逆にいらないよな。長篠城の保科は用心。結構やっぱりその築城名人系があると馬防柵を建てたり、櫓を建てたり、工場櫓ですね、を建てたり、大筒陣地を建てたりとかね、かなりその城を守る意味では有能な特性を持っているケースが多いので、そういった武将たちは積極的に取り入れていきたいんですよね。犬山城の久野くんはどうなってるかな？激励。これぞっていう武将がいないよな。ちょっとこのまま様子見しますか。で、内政レベルも上げておかないと、もうこれ以上城の改修が効かなくなってきている段階に入っているので、そのあたりはしっかり内政をこれからは強化していこうかなと思ってます。特に兵表情を舎中始め心までしょう。建てていた先の月ので、収支です。お、進出ができるようになってますね。では進出をかけていきましょう。やっぱお金、
関係が欲しいかなというところですね。あとは人書とかも結構作っていて、そこから人口が流入してくるような、政策も打ってはいるので、まあ、少しずつ前回よりはいい状態になっているはずですね。表情を始めましょう。先月の収支です。で、前回はですね、この周辺に黒人種もいなかったんですが、今回は周辺に黒人衆もある程度いるので、この辺りにも金をばらまいてですね、いざという時に味方になってもらえるような形をとっていっています。とはいえ黒人衆の怪獣のやり合い取り合いになっているので、まあ、その時にね、本当に味方になってくれているかっていうとちょっとクエスチョンな部分はあるんですが、まあ、それでももちろんやらないよりはいいでしょうというところですよね。で、まあ、少ない鉄木材の生産に関しては、まあ、木材に関してはですね、今のところ結構あるので、実は召喚に建て替えたんですが、鉄に関しては依然不足している状態が続いているので、まあ、投資をしてですね、そこから少しでも多く金が得られるように考えてます。で、タタラバの投資をしていきましょう。まあ、娯楽と治安重視で上げていくと、そこから得られる鉄の生産量が増えてきますので、ここは娯楽は今十分に投資が行き届いている状態なので、治安に変えていきます。あとはですね、まあ、ちょっと余裕が出てきたので、召喚に対しても投資をしていきましょう。城主プレイ以上って言った方がいいのかな。領地内政がない場合はですね、特に投資が結構重要になってきて、そこから得られる増産分ですね、投資をした分の増産分、増収分に関してはかなり貴重な収入になっていきますので、少し内政をする余裕が出てきたらしっかりとやっていった方がいいのかなとは思いますね。で、内通が加藤君にできるようになってるんですが、ここはまだ不戦なので引き抜きができるような状態になるまでは耐えましょう。で、何度か敵を撃退した後ですね、まあ、上杉軍だったんですが、その後はあまり攻められない状態が続いてますね。で、前回だと小諸城を攻め取った直後に武田の大軍に攻められるっていうね、そういう主義になったんですが、今回は、まあ、武田もまだ攻めてきていない状態ですね。まあ、この状態で小諸を取ったら多分同じ、全く同じことが起きるんだろうなとは思うんですが、そこはね、ちょっとどういうふうに今後推移していくかっていうのは見極めながらプレイの方はしていきましょう。大名家自体が小さいので、そのいわゆる家臣の忠誠に関しては結構えぐいぐらいにぐいぐい低い状態で始まっていくんで、そこからしっかり上げておかないと前回みたく内政、内容だったり引き抜きになってしまったりとかっていうねことになってしまうので、まあ面倒くさくてもここは家臣のもとをこまめに訪問していった方がいいかなと思います。まあ、会社でね、上司がちょくちょく自分のデスクにやってきたら、まあ鬱陶しいことこの上ないんですけど、先月の収支です。そこはそこ割り切って家臣のもとに足を運びましょう。
で、制作面もね、まあ、何かやっていいものがあるかっていうと、灌漑整備とかやっといた方がいいのかな。ただ月に500もかかるからな。電波性とかね。まあちょっとお金の割に今得られる効果が薄いかなという感じでですね。とにかくお金がねないとどうにもならないので、ちょっと今のところ敵が攻めてくる気配はないので、このまま内政をダラダラしていく感じになりそうですね。先月の収支です。ちょっと場合によっては内政をダラダラやるだけになりそうだったら、ちょっと早送りにさせていただこうかなとは思うんですが、もう少しね様子を見ていきましょう。で、懲りずに場合によっては小諸を攻めるっていうね。じゃあ前回と変わらないじゃないかっていう話もあるんですが、まあ、こまめに訪問していたおかげで家臣たちの忠誠は比較的高い状態を維持しているので、まあ、引き抜きだったり付箋だったりっていったところで、まあ、思わぬしっぺ返しというか手痛いダメージを受けることはないかなと思います。ここは吉川の話ですね。両毛利もろ川の話なのでスキップをさせていただきます。表情を始めましょう。先月の収支です。連合に加盟していない大名家との信頼が上がっていくっていう政策がありましたよね。政策を執り行います。あ、所領安堵って結構いいな。ただこれも結構お金使うんだな。ちょっとまだ様子見した方がいいかな。まだちょっと様子見ですね。まあ、50策に関してはいいかなって気もするけど、ただそもそも連合に参加する予定が全くないので、やる必要もないって話もあるしな。まあ、ここは様子見しましょう。ひたすら様子見だ。日和見日和見。投資も十分に行き届いているし、本当にしばらくやることがなさそうなので、ここから少しね、早送りをさせていただきます。
敵が我が領内に向かっております。はい、でですね、ようやくと言ったらいいのかな、長尾家、謙信の長尾家の柿崎景家がついに桂尾城に攻め寄せてきますという状態になりましたので、ここでですね、迎撃戦に入っていきましょう。で、桂尾城に関して言うと、その砥石城に比べると少し防御力というか守りやすさという点では劣るというのは事実なんですが、まあそれでもしっかりと防御はしやすい城だとは思うので、ここでしっかり敵の軍勢を追い払いましょう。まあ、せっかく作った陣将に関しては、まあ、失ってはしまうんですが、まあ仕方ないというところですね。出るぞ。必ずや砥石ではなく先に桂尾が攻められるというのはちょっと思わなかったですけどね。よし、村上にやっと鉄砲が伝わったな。で、黒人衆は敵方に味方したか。まあ、ただ正直3000の軍勢だったら問題なく、きっと弾き返せるかなとは思いますね。お任せください。ちょっと初期配置が悪くて門にたどり着くまでに少し削られてしまいましたが、やられたか。これで決まりです。ここが勝負どころよ。教えてやろう、我が戦を。ここは全く問題なく敵を撃退できるかなというところですね。とはいえ多少門を破られてしまう感じにはなるな。桂尾城に関してはまだ城門の回収をマックスまで上げていないので、そこですね。砥石城に気を取られすぎていたので、ここに関しては少しこの後桂尾城のね、防御力強化を図っていきましょう。表情を始めましょう。で、今投資に出していた武将たちを引き上げないといけないので、一旦解任していきましょう。これで修復ができるはずなんで、お、いつの間にか寝室もできるようになってましたね。ここはじゃあこの後寝室もかけていっちゃいましょう。寝返りとか、まあこれ以上は加藤もしてくれないということなので、加藤が攻めてくるような場面が起きれば、内容してもらいましょう。この辺りは沼田城を攻めてるんだな、長尾が。で、修復はマックスに戻っているので、一旦先に
回収したいけどな、労力が足りなくてできないと言われてしまうの。5必要なんですよね。先に進出をかけちゃいましょう、砥石城の方に。でここで馬が作れるのか。馬ねー、攻める意味では確かに馬あってもいいかなって気もするんですけど、どちらかというとやっぱり足軽でしっかり城門を守る方がいいかなって感じがしますよね。ご命令くだされ、先月の収支です。さあそしたら表情を始めましょう、先月の収支です。ここで投資に出している武将を引き上げましょう。でその上でしっかりと回収を入れていきます。あ、もうマス型門になってた、なってないかなと思ったんですが、マス型門になってましたね。であれば矢倉を立てていきます。まあ、鉄、お金に不安はあるものの、木材に関しては十分あるので、表情を始めましょう、先月の収支です。しっかりと城の強化は図っていきましょう。で、鉄砲やぐらが建てられるようになってるはずなので、鉄砲櫓を建てて、さらに城に攻め寄せてくる、城門に攻め寄せてくる敵を打ち払いましょう。表情を始めましょう、先月の収支です。今となっては桂王城の方がなんか危ない感じもするんだよな。もう 2,3 人武将がいて労力が増えてくると、内政もね結構一気にはかどるんじゃないかなと思うんですが、そこが悩ましい点ですね。そしたらまたしばらく内政一辺倒になりそうなので、ちょっとここからまた早送りで送りさせていただきます。はい、でここでですね、砥石城に1万7000という大軍が攻め寄せてくるという状況になりました。これは武田の軍勢になりますね。回収に回収を重ねた堅牢な砥石城で武田勢を、信玄を迎え撃ちましょう。もう砥石城で武田勢を迎え撃つのは
今回は初めてですけど、前回は何度となく迎え撃ちましたからね。ただ1万7000という大軍が相手だからな。敵はオブ・マサカゲにアマリ、さらにババノブハル、あとは黒人衆にカンスケもいますね。何、ここで別動隊ですね。武田晴信の部隊3700が桂尾城に攻めてきてるか。今桂尾城を攻められるとまずいな。今全軍を持ってこの砥石城の防衛戦に当たっているので、一刻も早くこの砥石城の防衛戦を終わらせないといけないな。始めるか。引け。敵将捕らえたり。表情を始めましょう。とはいえまだ春信の部隊は迂回して桂を攻めると思うので、少し時間がある今のうちにしっかりと倒しておいた方がいいですね。おっと削られた。行くぞ。ここはしっかり敵を抑え込めれば桂尾城の防衛線に兵を避けるので、さっさと蹴りはつけたいですね。行くぞ。よし、そしたら急いで戻りましょう。小笠原、彼には死んでもらおう。そしたら部隊を二手に分けたいので、まず軍勢を半分にしましょう。出陣するぞ。出陣するぞ。っとっとで、砥石城の方も軍勢を二手に分けましょう。出陣するぞ。で、敵の数でいうとオブ・トラマサ6000か。この6000は大きいな。となると同時に防衛戦をするんであれば、一度砥石城の方は、うわー戻れないね、もう今包囲中だから。となればまずはこの桂尾城の方から切りをつけましょう。こっちの方が多分早く終わるはず。ただ信玄はモグラ攻め持ちなので、そこがちょっと心配ですね。入り込まれると信玄の攻撃力の前に
壊滅する可能性があるので、舞台がモグラ攻めを仕掛けられる前にできるだけ兵を削っておきたいですね、信玄の。よし、城門はだいぶ削られましたが、まずは桂尾城に攻めてきていたズハ、かしこまりました。信玄を撃退したので、ここから砥石城の救援に向かいましょう。我が王の城包囲されました。ご命令を報告いたす、報告いたす。で、城の修復はもう大至急やりましょうね。敵の部隊は一つなので、城にこもって城を守りましょう。城門に張り付いていれば、この数だったらなんとか撃退できるんじゃないかなと。オブトラマサですけどね。始めろ。決着つけようではないか。ちょっと、もうちょっと前に出ないと縄文が削られてるな。縄文がだいぶ削られてしまったので、ちょっと一旦本丸まで退きましょう。縄文が破壊されました。大丈夫か？結構な勢いで縄文が削られてるぞ。よし、まあちょっと兵を削られてますが、このまま防衛に成功したって形ですね。帰城する。帰りましょう。では忘れないうちに、もう早速修復はしておきましょう。4ヶ月かかるか、結構かかるな。あとは回収ね。砥石城で他回収できる箇所といえば、隅櫓建ててるし、石垣も建ててるし、あとは車系は金銭不足か、金がないと建てられない。車は建てたいな、早く。じゃあ桂尾城の方はというと、石垣が完成すれば隅櫓を建てる感じかな。天守を二層天守にまで拡張はしておきましょう。まずはこんなところでいいかな。というわけでですね、まあ番外編としてお届けしている、もし小諸を攻めなければどうなっていたか、ちょっとね、あと、まあ一回か二回ぐらいは番外編もプレイしていきたいと思いますので、ぜひぜひ皆さんにお付き合いいただければと思います。で、番外編の後は、冒頭でお伝えした通りですね、本編に戻って、武田の家臣として苦渋の日々を過ごし、後に独立を図るという、シナリオもね、プレイしていきたいと思いますので、そちらの方もぜひぜひお楽しみにしていただければと思います。
はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。